どうもこんにちは。本日なんですけど、今日はねちょっと皆さんに重要なお知らせがあります。それがね、ちょっとねゲーム実況をやっていこうかなと思ってまして、ちょっとね今ゲーム機をね皆さんにちょっとご紹介したいんですよ。でゲーム実況のやりたいゲームとか見たいゲームがあれば、どうもこんにちは。どうもこんにちは。本日なんですけど、今日はねちょっと皆さんに重要なお知らせがあります。それがね、ちょっとこの YouTube チャンネルでゲーム実況をねやっていこうかなと思ってまして、そこで皆さんにねどんなゲーム実況をねやってもらいたいかとか、おすすめのゲームがあればぜひねちょっとアドバイスとかアイデアをね募集したいなと思います。で今日ちょっとゲーム機何があるのかっていう話なんですけど、まずね PS3 なんですよ。そして Nintendo64 とこちらゲームキューブ、そしてねこの Nintendo3DS と、あとまあプレイステーション1とゲームボーイカラーがあるんですけど、まあ、この中でちょっとゲーム実況をやっていこうかなってことで、ぜひ皆さんの中でこのゲームやってくださいとか、これ面白いんじゃないかなみたいなこと、アドバイスで、ね、何かある方ぜひコメントしていただけたらなと思います。ちょっとねいろいろ実験的にやっていこうかなと思うんで、お願いします。まあ、あとまあゲームのソフトなんですけど、僕今ちょっとゲームのソフト探してるんですけど見当たらなくて、まあ、近くにね、まあ、レトロなゲームショップというか、まあ、非常に安く売ってる古いゲームだったら安く売ってるんで、ちょっとそれプレイするのもありなんじゃないかなっていう感じで、ちょっとやっていこうかなっていう、まあ、そんな感じです。はい、ということで皆さんぜひねこのゲームやってくださいとかあればお願いします。まあ、今のところ僕考えてるのが大乱闘とか、パワプロくんとか、桃太郎鉄道とか、まあ、その辺ですね。まずは、その辺からいこうかなっていう感じで、やって考えております。何かね、あと、スーパーマリオとかも面白いんじゃないかなと思ってまして、まあ、なんかマリオテニスとか、あと、マリオパーティーとか、ぜひ皆さん、あればアドバイスある方はね、よろしくお願いします。まだね、YouTube ライブでもゲーム実況をちょっといくつか上げていきたいなと、まあ、実験的にね、ちょっと試していくので、ぜひね、よかったら、見てください。そしてね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということで、そんな感じです。ちょっとね、いろいろやっていきますので、ぜひね、コメントお願いします。どんなゲームやりたいか、見たいか、お願いします。では、じゃあね。